皆さん、こんにちは。研究生のコーンと申します。今回は、今年行われた大学入学共通テストの地理 B 試験の第1問、問い6にて使われた、日本全国の土砂災害と雪崩のデータについて、少し詳しく紹介します。この問いでは、日本における土砂災害と雪崩の発生地点を、3ヶ月間の時期ごとにプロットした4枚の地図が示され、そのうちの3枚の地図について、そこに書かれている土砂災害や雪崩の発生状況から、その時期を推論することが要求されています。雪崩は雪が積もっていないと起きませんから、発生時期は冬から春にかけて、ということになります。よって、無は3から5月の地図だとわかります。土砂災害については、豪雨が続きやすい梅雨時期に多くなります。台風も災害をもたらすことがありますが、年によって台風が日本に接近、上陸する頻度は異なりますし、一つの台風が被害を及ぼす範囲は必ずしも広くはありません。それらのことから、間が6から8月の地図、未が9から11月の地図と推測できます。ところで、この土砂災害と雪崩のデータには、5km メッシュ、統計年次は2006から2009年、国土交通省の資料という中期情報から、国土数値情報の土砂災害、雪崩メッシュデータが使われているとわかります。ただし、このデータは対象期間が平成18から21年度となっており、実際には2006年3月から2010年3月までの情報が収録されています。共通テストの地図では、2010年の1から3月分の情報が除外されているのかどうかはわかりません。データは、標準地域メッシュの第一次メッシュ単位でファイル化されています。全国分、すべてダウンロードします。これらのファイルをつなぎ合わせて表示すると、このようになります。このファイルには、属性情報として、災害の発生日や災害の種類などが収録されています。しかし、このデータの形のままでは地図を描きにくいため、各メッシュの重心の地理座標を求めた上で、Excel を使って属性情報を編集し、メッシュ重心に配置されるポイント型データに変換しました。それでは、これより、このデータを使って描画した各種地図を紹介します。まずは、共通テストの図と同じ時期区分の地図を見てみましょう。3月から5月です。6月から8月です。9月から11月です。12月から2月です。次に、都道府県別の災害発生件数を集計してグラフ化しました。土砂災害の発生件数です。雪崩の発生件数です。次に、月別に集計して季節変化を見てみます。土砂災害は、7月の件数が突出しています。梅雨末期は前線が停滞して大雨が続きやすく、その分、災害の発生につながりやすい時期です。では、1月から順に。2月です。3月。4月。5月。6月。7月。8月、9月、10月、11月、12月、最後に2006年3月から1月ごとに49ヶ月分を続けて見てみましょう。2007年です。2008年です。
2009年です。2010年です。データの紹介は以上です。それでは、また次の動画でお会いしましょう。